はいどうもシロシです,、えーっとですねえー、おとといアップした、えー、幸福の科学から精進法面コの動画を消せと圧力をかけられましたあーという動画が、えー、YouTube から削除されました。はい、ということでねこれが、えー、っとちょっと見えますかねこれは1回目の違反であるためアカウントへの影響はありません事前に稽を起こけるのは1回のみでこれはチャンネルに残ります。あーということで、えー、一応、まあ、アウトではない ギギリギリアウトでではないといいととうことらしいです。だから、ゼロアウト。だから、えー、っと、まだ1回もアウトはついてない状態ですが、えー、動画が削除されたということでございます。で、これが、えー、嫌がらせやネットいじめのところにあの引っかかったということですね。で、まあ、これで再審査を要求、あの請求っていう、まあえー、ところがあるんですが、嫌がらせやネットいじめ。えー、っと、 特定の人間を標的とした嫌がらせを含むコンテンツが許可されていません。これにはストーカー,ー,カー行為、脅迫、いじめ、恐喝、えー、などが、えー、含まれます。他人を故意に攻撃し,たり,落としめたり、恥ずかしめたりすることを主な目的とするコンテンツは削除されます。えー、ということだそうです。はい、ということでね、ね、えー、これ、再審査請求ができるみたいなので、ちょっとこれは、えー、と弁護士と打ち合わせをした上でえで、ー、再審査、えー、請求をさせていただこうと思います。はい、ね 特定の人物を標的とした嫌がらせを含むコンテンツが許可されていません、えー。これにはストーカー行為、えー、脅迫、いじめ、恐喝などが含まれます。えー、他人を故意に攻撃したり、恥ずかしめたりすることを、えー、主な目的とするコンテンツは削除されます。これさ幸やって、幸福の科学のチャンネルがやってることでしょねこれさ、ねネットいじめ、お前らがやってることだろおい、幸福の科学よ。おい。 ちょっと今から稽古だからもうこれ以上できないけどおい全面清掃しちゃうからよ確保しとけよ